ダイワフィールドテスターの岡崎隆です。今日はですね、福井県は首里城川に来ています。で、今回ですね、このフィールドで、使用するタックルは、銀英競技ショートリミテッド MT の 87M です。この、ショートリミテッドシリーズですね、単管の中で今回 MT も作りました。同調子です。そしてさらにですね、87M、 これはですね、8メーターと、このマルチを伸ばしてもらって87と両方の長さが使えます。ですから、この九頭竜川とか陣痛川とか、この広い川で面でするときですね、 MT 調子を利用して、そして支流で、この日本海特有の強豪の強風時ですね、その時の風対策、やはりですね、この同じ8メーターでもマルチにすることによって元髪硬くなりますから、その方がですね、風に対してものすごく強いです。さらに女性の方、やはり、午前中、このね、面でする川で、MT 調子で釣りたいなと思っても、今までやはり単管なかったですから、午前中 87M で使ってもらって、午後疲れた時には8メーターにしてもらって、こう楽な釣りができると。さらにですね、穂先、今回ですね、3本ついてます。SMT ソリッド、そしてノーマルのカーボンチューブラ、もう1本は10センチ短いパワータイプのチューブラがついてます。そのことによってですね、MT 調整とか全体的にこう針は若干強めにしてますので、例えば小さなアユ対応とかチャラとか、ちょっとこう石組みの細かなところやりたいなっていう時には、この SMT ソリッド、若干先調子になりますので、それで細かな釣りをやってもらうと。そして、普段でしたら、標準のカーボンチューブラで、後半ですね、後半大アユ、ちょっと大きめのアユやりたいな、強い性やりたいなって時には、パワータイプのチューブラに、使ってもらうと、3通りの使い方、いろんなシチュエーションで釣りができると思います。今日一日ね、この九頭竜川で、やってみたいと思います。よろしくお願いします。上がちょうど鳴川の堰堤ですね、その下流部ですねに来ています。どちらかというと、九頭竜川でも、ちょっと若干石が小さめで、こう面で釣るポイントですね。ですからですね、この今回のショートリミテッドの MT 調子、これにはですね、非常にこう合っているポイントだと思います。で、さらにこう広場所もあれば、結構ね、分線ありますのでね、そんなところで広い場所では87で伸ばしてもらって、で、狭いところでは8メーターで、そんな釣り方やってもらうと、数伸びると思います。で、今回ですね、まず天井糸は、これタフロン天井の、08ですね。それに、水中糸は今回ハイパー M ステージの01を使います。で、付け糸がタフロン速攻の、05ですね、にタフロン中ハリスの、08で、鼻管は、快適ハンドリングのこれ 6.5 ミリに、川内高さの2号です。で、針はですね、スタートは、そうですね、スピードの、サイズがちょっと分かんないんですけどね、7号くらいから始めて、調子見てみたいと思います。よし、では行きましょう。MT 調子使うときにですね、あまりこう差をね、立てるってことはあまりないと思います。どちらかというと、ベタ気味ですね。で、おとりがこう馴染む角度を見つけてもらって、で、おとりをこう馴染ませながら横に出していくと、今いい状態ですね。徐々に徐々にこう沖へ出てきますね。対して45度からさらにですね、こう上蔵ですね、上蔵におとりをこうゆっくりこう引き上げて、まずそのノアユがいるね、ポイントをこうおとり探してもらう、こういうですね、どこがポイントかこうはっきりわからないような、ところですね、
一箇所でこうずーって待ってるよりも大きくね動かすんではなくね、こうおとりをこう引きながら竿の性能でこう引きながら、ノアイをこう探してもらう。戻した瞬間にねこれかかってくれましたね。それはあとこうねしっかり竿を立ててもらって、でゆっくり溜めてから抜くと。はい、あ、了解了解。はい、ね、ほらこんな巻き機です。ほら、おお今ねこれ沖に出たおとりをこう紙竿にしてて、徐々に紙にこうしてて、手前に戻した時ですよね。はい、ただばいきなりね、沖に出さないでも手前から。特にですねこの天然河川、手前にもね、魚影濃い時にはいっぱいいますんでね、そういう時に特にこの手前を自分の場合はね特に注意してやってます。皆さんねこのどうしても沖へ沖へと行くんですけどね、意外とねこの立ち位置の手前、竿までの距離ですね、ここが意外とこう竿抜けになってます。ですからこの MT 調子の竿時には今徐々にこうね沖に出てますけども、このねゆっくりこう出てく速度が一番いいんですよね。あともう一つこの立ち位置ですね、こう、今右岸立ちでこう右岸から左岸流進の方へのおとりの動きっていうのはね皆さんやるんですけども、手前の動きですよね、この沖から手前へ戻す動きっていうのがね意外と皆さんしないんです。ですからね今も、この紙竿にしてここからねさらにこう引き上げると今度おとり手前に戻ってきます。その今ね一匹目ってのは戻った瞬間でかかってます。今もちょっとおったな、今手前戻った瞬間に、あ、嫌ってちょっと沖出ちゃったけど、今ね追われておとりがねちょっと嫌って沖出ちゃったな。穂先に、ね、結構乗った状態ですね沖に出て、でこの状態っていうのはですね、おとりがねものすごくこう尾っぽを振ってくれたりしますんでね、これで活性のいいノアイがいればねもう一発でかかりますんでね、こういう釣りってもこの竿先まで出すっていうのも一つのねこの MT 調子の、釣り方の一つだと思います。川底の濃淡の違いとかね、あと波目、結構波目よく見えます。でその中でね少しでもちょっとこう波が大きい場所、そういった場所ってのはね必ず大きな石ありますんで、そういうところをねちょっとこうおとりを入れて止めてますとか、断片的にこの広い川でね、どこ釣っていいか分かんないんですけども、ちょっとねこう気を使って見てもらうとね、石色の違いとか波の違いありますんで、そういうところを狙ってもらうといいと思います。おとり入ってるのがもう自分の目の前、そしたらば例えば自分でこうちょっと下に立ち位置を変えて、またですねこう下に送って、で横に出すように、ゆっくりね竿を立ててもらって、よし、はい、いい色ですね。ここにですねこの一匹ほら今来たね、このおとりが変わった時のですねおとりのこの動きってのはいいですからね、ここは大事にゆっくりおとり出すように、そうするとねこうやって入れがかりでねかかりますんで、おちょっと了解かな、よしよいしょ、はい、ちょっとだけサイズアップです。ここもですねゆっくりですね、で先ほどよりもですね若干この沖ね流れ緩くて、まあ、おとりは元気いいんでね、先ほどよりもこの糸の角度っていうのは多少高めに設定しています。で尾っぽ振らして、そうするとね、はい、かかりました。
その流れによってね、その糸の角度ですか、それを変えてね、まあ、おばせで使うのか、それともしっかりね、寝せて音に沈めるのか。お、了解だ。 OK 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 OK。 はい、だんだんね、サイドアップしました。そのザラセ、下がってきまして、まあ、上はですね、こう、広範囲に下がるのに8、7にしてました。で、今回ですね、このマルチをちょっと下げて、このザラは8メーターで、結構ね、小さくこう変化点ありますので、かなりね、さっきまで人入ってましたから、なるべくこう小さなポイントね、細かくこう潰すためにわざとね、8メーターで重箱のね、隅をつつくような感じで細かなポイントを狙ってやってみたいと思います。さあ、出るかな。頑張ろう。じゃあ次はですね、この分線やってみたいと思います。で、長さはですね、今これ8メーター、縮めて8メーターで使ってます。意外とこの手前、竿の抜けになってる場合ありますから、手前中心でやってみたいと思います。で、ほらかかったね、この波だってですね、やっぱ石でいいなと思ったら、よいしょ。まあ、ここはですね、手前にいくつもこのね、シワシワがあるんですよね、変化点。これをね、今この竿をね、ちょっと鋭角にして、おとり横に出さないようにして、一つ一つね、ちょっと潰してみたいと思います。手前から、バレてないような、かかってるな。今ね、反応あった筋でね、鋭角にしておとりね、出さないようにして、待ってやっとね、こうかかった感じですね。お、結構頑張るぞこいつ。小さいかと思ったら、お、両家こう陣痛くずりゅう、こういう大きな川ってどちらかってこう、まあ、大雑把というか大胆な釣りの方がこうメインになってると思うんですけども、やはりその渋い中でっていうのはね、こうやって丁寧な釣りやってもらうと、ポロンポロンとね、風が伸びて、最終的に、まあ、人よりもこう風が、あ、釣れたなっていうような状態になりますんでね。バランスとね、もったいないんで、ちょっと慎重に絞ればね、もっと早く抜けると思うんですけどね。よいしょ。坂東島です。まあ、くずり川でも、まあ、大割の宝庫ですね。ここですね、この、ショートリミテッド MT87 ですね。頭パワータイプのチューブラーですね、10センチ短いパワータイプのチューブラーにして、で、この、でっかいアユとちょっとね、どのぐらいまでいけるかやってみたいと思います。パワー的にはですね、スペシャル MT クラスのパワー持たせてありますので、まあ、25センチクラスなら楽に抜けると思いますので、この辺のね、パワー、パフォーマンスぜひ見てください。
線と広いところ、あと最後にこの坂東島ですね、やりましたけども、まず穂先を変えることによって浅いところから、あとこのね、坂東島のパワー系の釣りもできます。それとあとやはりですね、その、87マルチ、やはりあの面で釣るところは伸ばして、で、こういうね、クズ流とかね、分線がいっぱいあるところは分線なんかはこうね、8メーターで縮めて、あと人がいっぱいやった後ですね、そういうところは8メーターで細かく細かくこう探ってもらうと、意外とね、やっぱりポロポロって出ますんでね、そういう使い分けってのをしてもらうといいと思います。まあ、あと今ちょっとこう風が出てきましたけども、この日本海側特有の豪雨の強風ですね、そういう時にはやはりこの8メーターにしてもらうと、もう全然あの扱いやすいんで、まあ、そんな感じ使ってもらうといいと思います。はい。あとですね、この今回の、ショートリミテッド、MT87M、これですね、スペシャル MT をベースに作ってますので、非常に竿が曲がりやすくなってます。ですから、こういう坂東島みたいにね、こう、あの、両肩がかかるところは、しっかりとまずね、上竿でこう、魚、曲げて止めてもらって、曲げてもらうと。で、それからあの、抜くようにしてもらうと、意外とね、両肩もね、こう止まってくれて飛んでくれますので、もう自信を持って曲げて取り込んでもらう。それをね、やってもらうと非常に取り込みやすくなると思います。はい、こんな感じですね。で、こうですね、両径も入りました。こういうね、25センチクラス。これもね、竿をしっかり曲げてもらえばね、飛んできますんでね。ぜひね、このクズ流陣痛、この日本海側のね、面で釣る川、この、ショートリミテッドの MT、ぜひ使ってください。楽しい釣りができると思います。